3月のレジェンドはマヌエル・ルイコスだ。はい、こんにちは、総合監督と申します。イフットボールウィークでチャンピオンズカツ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、やってまいりました。3月のレジェンドはマヌエル・ルイコスだということでね、芸術的なパスで試合の流れを変える期待のマエストロということで、早速ね、少し見ていきたいなと思います。まあ、ルイコスタといえばね、ポルトガル黄金世代の一人で、まあ、当時はね、ルイス・フィーゴとかがいましたよね。まあ、その中のオフェンシブミッドフィルダー、まあ、トップ下というポジションで、まあ、ファンタジスタ系の選手だと思います。で、まあ、ミランとかでもやってたんですけれども、ミランでは一応カカが来る前の、エース的な存在だったんですけれども、まあ、カカが来た時に、まあ、チーム馴染むように手助けしてあげたっていうね、話がね、結構有名ですよね。まあ、そんな、ルイコスタなんですけれども、こちらカスタムセンスはゲームメーカーですね。で、セレクトスキルが2種、コントロールドライブ、ターンドリブル。これちょっとどっち選ぶか悩むな。でも、いや、どうだろう。ターンドリブルかな。なんか悩むな。もうちょっとなんかパッとしたいいのが欲しいなって気はしますけどね。セレクトもうちょっといいの確かにつけて欲しかった。で、常時ついてる、スペシャルスキルがエレガントパス。これはいいですよね。なんか、ルイコスタの代名詞みたいな感じがねしますね。で、超絶トラップ、これはどうなんかってところですけれどね。で、強力なチームスキル所持、ガチャでレジェンドシリーズをゲットみたいな、ね、感じですね。はい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 。何かの上位、ああそうか、コントロール、何かの上位互換みたいなやつないですねこれね。ほうほう。そして抱き合わせてきているのがシャビアランソみたいな形でございます。ではね、ガチャの方を少し見ていきたいなと思います。はい、それではね、見ていきたいと思います。ルイコスターはそうなんですけど、シャビアロンソですね。シャビアロンソに関してはこんな感じです。ボールの魔術師、ガソリンタンク、コントロールドライブ、そしてインビジブルカットか。なんかシャビアロンソの方が良さそうですけどね。なんかどちらかというとこっちの方が欲しいかなって気がしますね。まあ、どちらも一応中盤の底ではないけどな。ルイコスターは CMF はできるということで、悩ましいところやね。まあ、でもせっかくやからルイコスタでも欲しいなって気はしますよね。はい。そして、無料の感謝祭11連ガチャも来てるんで、まあ、これも一緒に引こうかなと思います。まずは一発目これ行きましょうか。はい。感謝祭無料11連ガチャ。星5とか確定なのかな、微妙。あ、来たぞ。これ金旗待ってますね。今のオランダのやつとか出てくれたら非常に嬉しいんですけどね。もちろんセレクト以上が出てくれたら嬉しいけれども、まあ、なかなか難しいやろな、これはさすがに。お、2枚抜いた。まあ、この時期やからな。抜きやすいんよ。さすがに。うん。そうそうそう。今のはね、確かに。金旗は確かに抜きやすい時期にはいると思います。はい。さあ、6連、7連と。なんか、この今、この無料のやつが、無料のガチャ引いてる時がなんか一番良かったみたいなことになりかねないですけどね。さあ、星5になったぞと。さあ、ここはまあ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 、はい。エデルソンですね。そして10連目。何本で上がる ?111 やろな。やっぱりそうか。そしてここで微動だにしないみたいな展開がね、もうあるあるですけどね。ちょっと上がった。ちょっと上がったけれども、ちょっと手足低減。OK、まあ、しゃあないね、これ。さあ、選手カード10枚獲得しようということで、まあ、今のはね、余興です。本当にもう関係ないです。で、いつもね、最近、まあ、最近じゃないですね。ここ、1年ちょっとですか、1年3ヶ月、毎月ね、この月末にやってくるスーパープロメテウスを毎月毎月引いてるんですけれども、33年ですね。で、今回に関してはまあ 20%、3回引いたら、確率があるということで、最高ですね、これね。どういう時になんか 20% なってるのかよくわかんないですけれども、まあ、ありがたいです。今回こそはね、20% 引きましょう。ということで、早速いきたいと思います。まあ、1回目に関してはね、微妙ですけれどもね。はい。で、現在引けたことあるのは実は1回だけなんでね、もうそろそろちょっとね、このレジェンド、ちゃんと引きたいですね。ジェラードだけってやっぱちょっと悲しいもんな。このプロメテウスに未来はないのかみたいなね、ところあるからね、ほんま。1年3ヶ月、まあ、多分12回ぐらい引いてんのかな、結局33年を毎月毎月。もうだから、このサブアカに関しては、このサブ、これを引くためだけにあるみたいなね、感じなんですよね、ガチャに関しては。他のなんか、ちょっとパッとしたいいのが引きたいですけどね。さあ、何本になる ?105! 誰これ誰か忘れた。名前が出てこない。まあ、ノルウェー代表の選手です。さあ、お、これはこれはこれはちょっと上がりすぎましたね。はい。ゾマ。ゾマやったかな、名前。はい、ヤンゾマですね。110。はい、次行こう。さて、2回目。まあ、2回目もほぼレジェンドは出ないと思った方がいいんでね。なんかツイッター見てたらなんか出ましたみたいなのおったけど。まあ、難しいやろな。さあ、ここでも金旗が待ってくれた方がいいのかな。どうなんやろ。なんか結局それどうなんかわからんねんけど、多分レジェンドの時舞うと思うねんな、金旗。
だからレジェンあの金型が前歯厚いしみたいな感じか。しかも110以上超えんかったら最高みたいなね。あなんか楽しみやな。20% やったらさすがに引けそうな気すんもんな。なんか引いてると思ってるよマジで。なんか変な髪型してる選手ですね。さあ88連目クリステンセ、油断してるけれどもなんか来るか。あ、全然来へん。星をのまま終わった。ビッチーニャみたいな選手ですね最後ね。ビッチーニャ、あ、ビッチーニャほんまに。オッケー。さあ、まあ、ここまでは余興ですよ本当に。最後の最後のこれでも毎回毎回マジでね失敗するからな。飛行か。そしたらさあ、なんか今回でも開催期間が4月1日の0時までという謎のね、なんかまあこれからレジェンドこうなんのかな、4月1日の0時までみたいな、うん、まあよくわからんけれども、はい、行きましょう。3月のチャレンジ果たして成功なるか、参りましょう。来い。これはあかんやつやな。また今月もあかんやつか。頼むぞ。負けたっぽいな今月も。ほんまに、ほんまなんかいつもいつもやなこれ。もうサブ、もう正直ちょギリギリまでサブで引くか、あのサードで引くか悩んだんですよね。サードで引いときやったか。なんかサブこのプロメテスばっか引きすぎてて、あんまり選手補強できてないねんな毎月。悔しい。ジョレンテ、そしてコナテ、9連目90、ダメだな。10連目うわー、ムッソ、そして最後星5のやつ、なんぼ上がるよ、上がるよ、上がってんな。アーカンジンチェンコ、はい、ということで、はあ、3月のスーパープロメテス33連チャレンジは今月も失敗ということで、いやー勝てんな、厳しいわ。いやジンチェンコか、また戦力補強になりませんでした。いや悔しい、マジで悔しい。 20% もあんねんけどな。まあまあでもね、正直でもサブに関してはディフェンスラインの一角を担える選手の方が嬉しいんで、それでも悔しい。うん、次回こそはね、絶対勝ちましょう。ということで今回はね、これで終わりたいなと思います。申し訳ない。最後までご視聴ありがとうございました。